今日の動画はすごいです。あの加藤浩次さんの番組で今年の春まで、つい最近だよ、までレギュラーだった占い師さんに占ってもらえることになりました。でも占い師さんっていうと、あの変な名前に改名させられたりとか、ズバリ地獄に落ちるわよとか怖いこと言われるんじゃないかなってビビってもいます。では早速見ていただきましょう。初にお待たせしました。どうも、はじめまして。占い師の暮れの鳥と言います。今日お願いしますね。今日はよろしくお願いいたします。真ん中、真ん中に。あ、そっか、真ん中に。すいませんね。なんか今ちょっとカメラの位置取りで。あ、いえいえ、お優しそうな方で。そう言っていただけたらよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。暮れの鳥さんは、占い師さん。そうなんですよ。あの僕一応16歳高校2年生の時からこう占いの学校とか行ったりしましてね、はい、で、もう今で22年23年ぐらいかな、うん、人生占い付けできてる占い師です。なるほど。今日はね、占ってもらえるということですごい楽しみにしてます。僕のチャンネルのリスナーさんって僕の見た目からだと思うんですけど、妖怪とかが好きな人が多いんですよ。はい、完全に見た目から入ってると思うんですけど。で、いいですか、それ、お大丈夫ですよ。こんな感じで僕はいじってもらって大丈夫なので。はい、そうなんですね。何でも言ってください、今日は。よく、目に見えないものとか、好きな方とかも多いと思うので、今日の動画はね、皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。で、早速僕、いろいろ占っていただきたいんですけど、はい、今日の僕の運勢とかってすぐ出たりとかってあるんですか？今日ですね。OK ですよ。僕、鳳凰素術っていう、お名前の画数とかの生年月日の数字を使ってですね、占うんですけど、はい。こ、の占いで今日のソドックさんの運勢を見るとですね、はい。正直に言いますけど、はい。瑞南の層ってのが出てるんですよ。瑞南の層、水にね流されて溺れてしまう星が入ってるんです、このね、水っていうのが考えることとか頭脳を表す星なんですけども、はいはい、それが強くなりすぎて、はい、なんかあれもこれも考えまくっていろいろやりたいことは出るんだけどこんだけしかできませんみたいな残念な運気です。仕事運とか。はい。じゃあ、ズバリいきます。わ、出た、ズバリ。まず、アソドックさん、仕事運は、先生の星です。なんか、良さそう。はい。すごく仕事運がいいタイプなんですよ。あ、はいはい。できる男ですよ、私は。そうですね。人の心を、いいところを伸ばす星が多くあるんですね。よく言われるんですよ。褒め上手だねって。はい。クレノトリさんもちょっと褒め上手ですね。うん、僕の場合はね、ちょっと下手なとこあるんですけど、そうなんですか。目指してはいます。で、アソドックさんの星は、子供たちとか、なんか教育星、先生の星っていうのが本当にたくさんあるから、人に、そのお笑いを届けるんじゃなくて、もしかしたらお笑いは、どっちかっていうと、サブな感じ。はい、まさかのサブ。運命の星としては、先生役をやる。道徳の授業の先生みたいな星をしてるんです。芸人さんの星があんまり出てないんですよね。はい、学者星とかそっちなんですよ、出てるのは。じゃあちょっと、賢い系の。そうです。わかる人にはわかっちゃうんですね、やっぱりね。わかる人にはわかっちゃうんですね、はい。なんか、思ってたんと違う。何ですか？嫌がられるのかと思ったけど。でも、道徳って言われたんですけど、芸風が、ちょっと下品なんですよ。下品？例えばどんな感じですか？はい、例えば、YouTube では出しちゃいけない、はい、乳首はもう何回も出してますし、下ネタも多いですし、はい。なので、小学校とかからの依頼とかが、すごく少ないんですね。少ないんですね。少ないんですよ。思った。逆に、はい。PTA の方とかから、こいつはいかんぞと、危ないぞと。認定されてモテるんですね。でもやっぱり、先生とか、道徳的なこと
を伸ばしていった方が、今後お仕事的には伸びがいいっていう感じなんですかね。がいいんですけど、まあ、ちょっと僕思うのが、僕たち、麻生さんと僕ってそんな年変わらないんですけども、は僕、私40でやらせてもらってますので。若く見えますね。でも、昔、もっとお笑いってね、志村けんさんとかがはっちゃけたりとか、ちょっぴしお下品なお笑いって多かったですもんね。そうですよね。そういうので育った世代なので。そうです。だから、ちょっと今のね、なんか何でもかんでもダメっていうのは厳しすぎる気がするんですけども。あ、なるほどね。まあでも、まあ今の時代がそういう変化しちゃったんでね、アソドックさんが、ちょっと下品っていうのも残しつつ、素敵な風にっていうふうにね、変わることで架け橋になるんじゃないかなとは思いますね。じゃあ今後はもっとそうやって頑張っていけば伸びていくという。ものすごい大きな大木に育つ運命ですね。ええー、あと何年後ぐらいわっと花開くよとか、そういうのってあるんですかね。あります。あるんですか。ちなみに、何個かあるんですけども、まず一番早いのはですよ、2024年。来年じゃないですか。来年の2月です。めっちゃ近い。ここに、アソドックさんが、ものすごくなんか取り上げられるスポットライトが当たる幸運期が来ています。楽しみ、どういうのだろアイドルとか、う。なんアか、イキドル。ラキラした人の星が、この時入ってくるんですよ。アイドルとお仕事をするとかじゃなくて、僕自身がアイドルっていうことですか？ちょっと待ってください。そんなこと言ってません。何が？そ うはいけません。そんなこと言ってません。僕アイドルいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、あ、ちょっと待って。違う。どこから言ってはるんですいか。アイドルと仕事をするの方だと思います。や 一番いいんですよ。僕何のために芸人やってるかっていうと、はアイドルと仕事をするためにやってるんです。本当に。来年叶うかもしれない。い。2月がね、なかなかいい星が本当に来るんですよね。60年に1回のチャンスです。60年に1回。アイドルって言っても、たまに僕とコラボしてる、50歳の自称アイドルの人がいるんですけど、その変な人じゃないですよね。50歳のアイドルの方がいらっしゃるんですね。まあ、星で見ると20代と出てるので、わあ、すごい。青春真っ盛りの方です。わあ、やる気が出てきた。ありがとうございます。ただし男性かもしれませんけどね。何ですか、そのがっかり具合は。そこはまだわからないんですね。男性の可能性が高いっていうふうに出てるんですけど。次のいい運勢は、もう来年はいいですわ。オッケーです。じゃあ、もう一個ある。もう一個って近いうちでね、もう一個あるんですけども、2026年。あと3年後。そうです。これは火の絵馬の年といってですね、そう、ドクさんにとってみて、組み合わせっていろいろあるんですけど、80年に1回しか来ない超レアな馬年なんですね。すごい。アソドックさんの仏像が立ちます。どういうことですか？いやね、なんかすごくね、崇められるとか、注目を集めるって言って、記念碑の文字が入ってるんですよ。涅槃像だ。本当です横か？になってはるから、そう か。なんかね、ありがたそうですよね。触ると御利益があるみごたい利な。益はかなりありそうですよね。だって僕今の状態でもバス停とかで待ってたら、知らないおばあちゃんがおまんじゅうとかお供えしてくれるんですよ。お供え。ではもう持ってこいだと思いますよ。気をつけないといけないこともあるっていうのは出てくるんですあよ。れ、なんでしょう。それはですね、言っていいのかな。まあでも、出てるんで言いますよ。色ぼけの星っていうのがちょっとアソドックさんついてるんです。それずっとです。ずっと 停止張らへんのですね。何か騙されたりするんですかね。そうですね、そのスケベ運ですから、コラ出しちゃってですね、こう、すってんころりんしてしまう運なんですよね。やっぱり。なんかね、色っぽい人に騙されないように気をつけっていうのだけは
なんかこの40代特に強く出てあ、ます。40代特に井戸ポイントに騙されないようにしなきゃいけないんですね。そうです、そうです。騙されたい。え？すべてのハニートラップに引っかかっていきたいんですよ、僕。すべてのハニートラップに引っかかっていきたい。引っかかりたいですでか？も逆を言うと、井戸はい。ボケの星が出てるっていうことは、何か、そういうのもあるかもしれないということですね。そうですね。確かに。前向きに取る前と、も言っておられれば、その素通り。晴らしいじゃないですか。人が集まってこないと、はい。ね、ロボケだなんて出ないはずなのそうで。ですね。なるほど。あ、じゃあ、まあ、人気は出ていくということなんですかね。OK です。その通りです。なるほど。では、ちょっと、変な話には気をつけながら、やっていこうということですね。麻生福さん、なんかお話聞いてると、オープンに全部言ってくれてるので大丈はい。夫な気がするんですけそうど。ですね。はい。このチャンネルをご覧の皆さん、なんか、セクシーな方に引っかかりましたら、ご報告いたします。で、あと3つ目のいい年があるって先ほど言われたと思うんですけど。それがちょっと先になっちゃうんですけども、はい。2037年、だいぶ先だ。ここにはい。巨大な財運があります。やりました。温泉を掘り当てているような運です。はい。財運、一番大好きな言葉です。言ってくれるんですね、お金好きっ て。お金大好きです。はい。そのね、大きな財の星が固まってきてるので、これなんか芸人さんとしてあれ、うまいこと言った後に、なんか温泉地かなんかでも開いてはるんじゃないかな。寝たきりランド。寝たきりランド。結婚の可能性とか。麻生福さん、結婚できるか？はい。ああ。